三菱重工で開発していたスペースジェットの計画中止に伴い、スペースジェットチームが F3 戦闘機開発に参加したという情報を入手しました。今回は F3 戦闘機開発が一気に加速するのかについて見ていきます。国産旅客機をなぜ断念せざるを得なかったのかも見ていきたいと思います。三菱スペースジェット MSJ、旧称 MRJ、三菱リージョナルジェットは、かつて三菱重工業の子会社であった三菱航空機が開発を進めていた国産ジェット旅客機ですが、2023年2月7日に開発が中止となりました。三菱重工業としては、国が機体の安全性を証明する形式証明 TC を取得しても、将来的には事業として成立しないとして、今後も、数千億の規模で投資が必要となる見通しから事業継続は難しいという判断を下したものとみられています。三菱重工業では2020年10月30日、スペースジェット開発を凍結と宣言しましたが、その際にはここで一旦立ち止まるとしていたので、開発断念にはまだ未練があるのではとみられています。これまでに少なくとも約500億円に上る補助金など公的資金が投じられているほか、国内でのローンチカスタマー、購入が決まっている消費者の全日本空輸 ANA、NH などを傘下に、持つ ANA ホールディングスが確定している分だけで、15機とオプション10機の最大25機を発注していること、日本航空は32機を全て確定発注で契約していることなどがあり、各航空会社への保証対応も必要になることから、なんとか開発を継続して完成までこぎつけようとしたが、それらの収入があったとしても、これ以上の損失を出さないためについに諦めたということです。もともと、三菱のスペースジェット開発は、2002年、平成14年に経済産業省が提案した30席から、50席クラスの小型ジェット機を開発する案に沿って計画された環境適応型高性能小型航空機に対し、同時に発案された50人程度の小型航空機用ジェットエンジン環境適応型小型航空機エンジンの MRJ 開発計画とともに、日本国内の機体メーカー3社、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業の提案が発端だったそうです。日本にはかつてYS-11 という国産のターボプロップエンジンによる50席以下の優秀な小型プロペラ旅客機がありました。地方空港で活躍していた機体です。しかし、1990年代後半、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが小型のリージョナルジェット機 RJ 開発に成功したと発表されたのです。YS-11 などのターボプロップエンジンのプロペラ機と比べて、客室の騒音が少なく、速度が速いなど、メリットで勝るジェット機が、世界の中小エアラインに注目され、爆発的に売れるようになりました。アメリカなどのエアラインでは、パイロット組合が、雇用確保のため、各エアラインに、50席以下の RJ 機を、一定数以上、数の保有をエアラインに要求したため、エアライン側は RJ を使わざるを得ないという事情もあり、このクラスのターボプロップ旅客機の販売数は急激に低下することになりました。生産していたヨーロッパ、アメリカの航空機メーカー6社のうち、4社が2000年代初めまでに旅客機事業から撤退したのです。こういう状況の中で、経産省は RJ 市場がさらに拡大すると予測、RJ 計画を立案したのに対し、いち早く注目した三菱重工業が応募したのでした。2003年4月7日、経産省は、RJ 開発プロジェクトの窓口とされた、新エネルギー産業技術総合開発機構に航空機メーカー各社を招いて説明会を実施、参画を希望する企業を募集したところ、三菱重工業1社のみが計画案を提出しました。そのため、5月29日に、三菱を主契約企業として、富士重工業、現、スバルと日本航空機開発協会、JADC が協力することになり、MRJ 開発計画がスタートしたのです。具体的には、富士重工は、主力などの開発で、10% ほどの工程を受け負い、機体開発に関しては、宇宙航空研究開発機構、JAXA と、東北大学が協力する体制となり、経産省は、
2003年、平成15年度予算に研究開発費として10億円を獲得し、環境適応型小型航空機エンジンの研究開発については IHI が受注しました。その後、MRJ については、日本航空が30機以上の発注を公表し、全日空も25機うち10機は、オプションの発注を公式発表したことにより、MRJ 開発が本格的に動き出したというわけです。三菱重工業は、日本航空と全日本空輸の発注を受け、2008年3月28日に、MRJ 開発の事業化を発表。MRJ 開発を行う専門事業者として、4月1日付で、MRJ の設計、形式証明取得、調達、取得、カスタマーサポートなどを担当する 100% 子会社の三菱航空機を設立させました。試作、飛行試験、製造は、名古屋航空宇宙システム製作所の担当となり、5月には、ジャムコが生産パートナーに加わることになったのです。三菱重工業は、当初、MRJ 初号機の初フライトを2011年、納期を2013年と予定していましたが、胴体と主翼部分の設計変更を理由として、2009年9月に初号機の納入を2014年の第1四半期に延期しましたが、2012年4月には、MRJ の開発並びに製造作業の進捗が大きく遅れていたため、試験機初フライトを2013年度第3四半期とし、量産初号機納入は2015年度半ば、後半に延期せざるを得なくなりました。それでも MRJ に対する世界の注目度は高く、アメリカのスカイウエスト航空から100機の大型発注があったので、計画は順風満帆という見方が多かったのですが、2013年8月、装備品の安全性を担保するプロセス構築について、それまでの想定より時間が必要ということになり、試験機初フライト予定を2015年第2四半期、初号機納入予定を2017年第2四半期に変更するという3回目の計画遅延を発表したのでした。その後、2014年10月18日には完成機がリリースされ、2015年1月28日、三菱航空機は日本航空との間でMRJ32 機の購入正式契約を締結したことが発表されました。日本航空へは2021年に納入開始予定であると発表され、2015年10月15日には MRJ の量産初号機の組み立てが開始され、秒打ち式が執り行われました。2015年11月11日、東海地方の自衛隊の訓練空域で初フライト試験が行われたのです。MRJ は飛行開発実験団の T4 練習機と三菱社有の MU300 及び写真撮影担当のダイヤモンドエアサービスの MU300 に随伴されて初飛行に成功しました。19日には2回目、27日にも3回目の飛行試験が実施されています。しかし、2015年12月16日、三菱航空機は試験工程から量産初号機の納入時期に至るまでの全体スケジュールを精査した結果、納入延期の方針と発表しました。12月24日には、納入延期について全体スケジュールを変更。量産初号機の納入時期は、2017年第2四半期から1年ほど先になると明らかになったのです。その後も、様々な要因で設計変更が必要になったので、2017年1月20日には、5度目の納期延期が発表されました。開発の成功が疑問視され始めたところ、2020年2月には、6度目の納期延期が発表されたのです。三菱航空機及び三菱重工業の MRJ 開発への投資は6000億円以上にもなっていて、損失が膨らんでいました。そして、三菱側は、ここまでの受注機数では採算が合わないとして、2023年2月7日、MRJ 開発を断念して中止すると決断したのでした。三菱重工業は、これまでに、スペースジェットの開発で得られた設計ツールやシミュレーションツールに検証ツールなどを再整備し、航空機開発の知見を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が、
現在共同開発を進めている次期戦闘機の開発に生かすと述べています。開発を担当していた子会社の三菱航空機は、開発が正式に中止されたことで、三菱重工業に資産を移管して生産することになりました。2023年4月25日には、称号を MSJ 資産管理株式会社に変更し、会社の生産に向けて協議を進めていますが、これまでには、少なくとも、500億円もの補助金など公的資金が投じられていただけでなく、ANA ホールディングスや日本航空などは確定発注として契約しているので、これらの企業への補償問題などが残っていることを忘れてはいけませんね。